こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は海外の間違いあるある、ね。あるあるったって、まあ滅多にはないんだけど、まあ普通に起こるような、ね、面白い事件を見つけたんでシェアしたいと思います。オーストラリアアマゾンの、ね、オーストラリアの統治国、イギリス。そのイギリスのフラックシップ、ブリティッシュエアウェイズ。なんと行き先間違えて、 ドドイツ行行きの飛行機のはずがスコットランドに着いちゃったと。まあね、スコットランド、まあ、ドイツも近いか、まあ、近間の話なんでね、まあ、ハワイに行こうと思ったら、ブラジルに着いちゃったってのとはちょっと訳は違うんですけど、まあ、それでも飛行機がね、行き先間違えた、あんまないですよね。乗客が何かのミスで行き先間違えた飛行機に乗るっていうのはたまにありますけどね、飛行機そのものがドイツ行きの飛行機なのに。 スコットランドに着いちゃったというのはあんまないロンドンを出発してドイツのデュッセルドルフへ行くはずだったブリティッシュアウェイズの旅客機が25日6月25日行き先を間違えてスコットランドのエディンバラに到着してしまうハプニングあったとでこっから先がイギリスらしいですよね 逆陸後、乗員が乗客に対し、デュッセルドルフへ行く人は手を挙げてくださいと呼びかけると、全員が手を挙げたという。ほとんどの乗客はこの間違いを面白がり、電話で事情をし話して信じてもらおうとしていたという。ね、待ち合わせをしてた人とか家族に、ね、電話したんでしょうね。そしてブリティッシュアイウェイズは、WDL アビエーションと連絡を取り、間違った飛行計画が提出された理由について調べていることを明らかにした。調べていることを明らかにした。 なんで間違えたのか分かんねえのかよという感じなんですけど、海外にね、荷物を送るとね、例えば、まあ分かりやすいところで言うと、アメリカ、西海岸に送ったのに、なぜか荷物がニューヨークにあって、フロリダに行って、シドニー、シカゴに行って、もう一回ニューヨークに戻って、何やってんのこの荷物というようなことがね、よく起こります。ましてや、荷物を送って、いつまでも受け取りが開始されないとか、 ね、もうざらにあります。で、そういう時ね、なんか日本の普通の、まあまあ、そういう風に教育受けてるんでしょうがないでしょうけど、約束は守らないと非人道的なみたいなね、もうギャンギャン言っちゃうとで、ギャンギャン言うとこいつ何ギャンギャン言ってんだって形でね、うざいからこいつ売ってくんなくていいよってアカウント削除されたりしますんで、まあ、そもそももう海外ってね、こんな緩い感じなんでね、あの、日本の常識でこう、やり取りしてると、 ストレスたまるし、あんまりうまくいかないんでね。まあ、海外ではこのね、飛行機、行き場所違っくてもね、まあ、みんなね、えー、乗員もこの、ある意味ね、ブラックジョークで、ドイツにつきまして、スコットランドに着きましたけど、ドイツ、デュッセルドルフに行きたい人いますかと呼びかけると。ね、間違い面白かったと。まあ、そういうお国柄がイギリス、そしてイギリスが統治している国ですから、オーストラリア。で、オーストラリアはね、イギリスよりさらに緩い。 イギリスと南,南ヨーロッパとアジアの国を足して、まあ、5で割ったぐらい緩い国なんでねあのオーストラリアの,そのアマゾンのやり取りとかなんとかについて目くじら立てても全く通じない何起こってんのという感じで終わっちゃいますんでお、ね、おらかに取り組んでください、まあ、日本はねすごいかっちりしてるんでそれはそれで素敵なことだと思いますけど、まあ、ところ変わればね ね、日本流の常識をオーストラリアに持ち込んだらね、単なるうるさい変人で終わっちゃいますんでね、輸出ビジネスに取り組む以上は、まあ、オーストラリア、まあ、こういう国だと、ねまあ、そういうのを覚悟した上でというか、まあ、その分ね、えー、適当にあってもね、きちんとやってると思って喜ばれるわけですし、えー、そういう緩いのに慣れた人ばっかりだから、アマゾンのね、えー、正確さが、えー、人気になって今後アマゾンがぐんぐん伸びていくわけですからね。まあ プラス点もあればマイナス点もあるということでね、この事件、もうちょっとおおらかに取り組んだ方がいいですよということでね、えー、ありがちなというか、まあ、日本だったらね、何もやっかけてど、どうしてくれんだ、今日中にドイツ行かなきゃとかってなるところ、そうはならない。まあ、しょうがないよね、もうスコットランドにいるんだしというのがね、オーストラリア流、イギリス流の対応なんで、まあ、シェアさせていただきました。以上、アマゾンエキストサポーター、堀秀夫でした。